やめろ、やめろ、それは弟なんだ、やめてくれ。助けて、助けて兄さん。ジョジョ、やめろ、やめてくれ。俺はあいつを守らなくちゃいけないんだ。頼む、お願いだ、やめてくれ。殺してやる、絶対に殺してやる。助け、こいつはひどいありさまだ。フェニックスは死んじまうし、まったく困ったもんだぜ。それでどうされます、アナベラ様。どうするですって。ジョシュアを失った今、道などない。進行が… Wow, so she plotted the whole time. That's the Lord's wife. アナベラ様、こちらに。瓦礫の下で火から逃れたようです。連れて行きますか。必要ありません、殺しなさい。うん、いえ、それはフェニックスの祝福を受けている。雑卒にはなるでしょう。芸家の露払いくらいには役立つかもしれません。任せましたよ。連れて行け。おい、起きろ。これからこき使ってやる。Damn, that's the end. Never mind, that's the end. Oh, wait, there's one more.Let's see this. There's one more thing to do. One more.
姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする。来たか、シドルファス。All right, let's do it. Oh, 火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。This is Garuda. Ramah. Phoenix.Garuda, oh, so we only got Garuda, Ramah, no, I think that's Titan, and Phoenix.確かこの先は地下道に通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いが。ここだな。誰もいない。やっぱりそううまくはいかんか。落としどか。手を貸せ。あげるぞ。敵がいる。道はここだけだ。やっちまうぞ。おい、大臣シドが潜り込んだぞ。邪魔するぜ。当たってろ。ダメだ、こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だがな。ここからなら。なんとも大胆だね。
ザンブレクの警備兵は皆殺しってところか。完全にウォールードの手の内だな。部隊だけでこの砦を落とすなんてな、ベネディクトめ、大したもんだ。奴ら仲間を呼ぶ気だ、追うぞ。これで罠のつもりだよ。 よし、通る。
先は礼拝堂か。それにしたってやけに静かだ。Too easy. It's time to carry. ずいぶん派手にやったもんだ。こんな夜更けにお祈りか。異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラート妃のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか。忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかると言うんだ。そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。力だろうが体だろうが使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクタ、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご高説か。少しでも期待した私がバカだった。私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすならお前はここで殺す。下がれクライム。Oh, there it is, the big stepper, Ramah, Lord of Thunder, Icon of Thunder.預けておけ。2匹か。だがやるしかない。見えた。
大丈夫か？そう見えるか？クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。奴が火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは？何、すぐに追いつくさ。分かった。行くぞトルガル。支度を急げ。
ここから行けるか。さっさと支度しろ。シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。
それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとはそこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。武をわきまえろ小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手に喋るんじゃないよ、よく覚えておけ印持ち。家畜に意志など必要ない。はっ、家畜ってのは従順に飼われていればいい。してやる。Yeah!
ってくれるじゃないか。家畜の分際で。